もこんにちは、俊二です。今日は新しく出ましたトミカ街を守るぞ消防車両セットを見ていきます。このセット車両がね4台入ってるんですけど、なんと鈴木ジムニーの消防本部広報車で、赤からのジムニーめっちゃ楽しみで、スバル BRZ 消防本部指令車に、トヨタハイラックス消防本部資機材運送車ですね。おーすごいね、ハイラックスのこれまた面白いの入ってるな。でトヨタコースター救急人員輸送車の4台ですね。いやどれもねすごい面白い、なんか楽しみな車両になってますね。でくるっと回して、あこれね、そうドンキホーテで買いました。後ろにはセット内容が書いてて、2022年夏発売予定、今年の夏でこれ出るみたいですよ。あこれもかな、大きな消防車も出るようですね。いやこれなんか面白そう。なんでこれテープめっちゃ貼ってる、誰か開ける人でもいるのかな。いやこれきついな、これね嫌だな、これ絶対綺麗に剥がれない。ではね箱から、取り出します。まず1台目、鈴木ジムニー消防本部広報車から見ていきますね。ボディカラーは赤色のソリッドですね。でクリアのね光沢感も結構ありますね。でフロント丸めのヘッドライトをシルバーに塗装されてますね。でボンネットちょっとねボコボコっとした形となってて、グリルの真ん中ですね、この星型のこのマークがあってね、いやかっこいい、これよくペイントできてますね。でホイールはねノーマル形状の黒色で、フェンダーですねサイドマーカーポコッとここね膨らんでます。で、ドアのところ消防本部って書いてあって、後ろ後方ってね書いてますね。で後ろにはですねスペアタイヤがあって、スズキあとジムニーって書いてて、バックドアのねヒンジのところなんかもねポコッと膨らんでて、この辺の造形なんかもよくできてて、リアねテールのところね赤色に塗装されてます。はい。で、反対側にも後方あと消防本部って書いてますね。ガラスはスモークの入ったガラスで、中はね右ハンドルで、メーターとかこの辺の造形なんかもねよくできてる、ちょっと見えにくいですけど。でルーフには、赤色灯がついてて、あとボコボコっとした形になってますね。はい。で底面ナンバー14番スケール57分の1です。こちらの車両ギミックにサスペンション機能がついてますね。めちゃめちゃ沈むな。はい。ベタベタにすると改造する方も、僕のチャンネルで改造されてる方結構いらっしゃるんで、はい、低くするとこんな感じです。いやこれなんか楽しそう、改造しがいありますよね。綺麗なね黄緑カラーのジムニーも可愛いけど、赤色もやっぱりね似合ってますよね。この形に赤色すごい似合ってる。2台目はスバル BRZ 消防本部指令車を見ていきますね。色はねまあ、さっきと同じですね、赤色のソリッドですね。クリアの塗装もまあ綺麗です。ヘッドライトシルバーに塗装されてて、この前ですねスバルのところねプリントされてますね。でボンネットのところね両端のところちょっとポコポコっとね膨らんだ造形になってますね。はい。フロントバンパーのねこのね両サイドのところね黒の塗装、ここ綺麗ですね。でホイールはねスポーツタイプで黒色レーシーで、フェンダーのところこれ空気、ホイールハウス内の空気がね流れるようになってるのかな、こう黒色の塗装になってて、でこれドア開かないんだね、ドア開閉機能はついてないようですね。でクォーターのところに消防本部って書いてあって、すごいクォーターのとこポコって膨らんでる。でちょっと R になってるんだけど、綺麗にねこの消防本部の文字プリントされてますね。でマフラーはね2本出しで、テールにあとガーニッシュのところとかもね綺麗に塗装されてますね。はい。反対側にも消防本部って書いてますね。ガラスはねスモークの入ったガラスで、ルーフには赤色灯があって、さらにその後ろにシャークアンテナもちゃんとある、これ。はい。で、くるっと回してナンバー28番スケール60分の1です。こちらギミックにサスペンション機能がついてます。街中でもね実車で BRZ の赤カラーってなんか結構見る気がするんですよね。なんか BRZ の赤カラー人気高いのかな。3台目はトヨタハイラックス、消防本部資材搬送車を見ていきます。そう、通常のトミカでねハイラックスの黒カラーがありますけど、いやこの赤色すごい面白いね、すごい目立ちますね。でヘッドライトがクリアレンズになってて、大きなグリルの真ん中にトヨタのマークが書いてて、フロントバンパー大きいですね。これねグリルも大きいけど
バンパーも大きいな。で、グリルのところちょっと上こうやってポコって膨らんでるんだ。で、ホイールはねメッキになってます。で、ドアのところに消防本部って書いてあって、で、荷台のサイドパネルですね、ここねちょっと膨らんでるんですよね。この微妙なこの辺のね造形なんかよくできてますよね。テールですねは、ボディ色と違う赤色に塗られてるのかな。多分ね塗ってると思うんだけど塗ってないかなごめんなさい、なんか微妙塗ってないような気もするんだよね。で、ここねトヨタって書いてあって、ハイラックスって書いてますね。パカッとこう動かせたら面白いんだけど、これなんとかね動かせるようにしてほしいな。で、ここね荷台のところスペースあるんで、なんか小さいサーフィンボードとか、まあこれでそう消防車両だからサーフィンボード乗っけたらおかしいか、なんかねホースとか乗っけたらいいかもしれませんね。はい。で、反対側にも消防本部って書いてあって、ガラスはクリアガラスですかね。なんか右ハンドルで、ルーフには赤色灯があります。で、これ前の方、アンテナかなこれ。なんかポコって膨らんでますね。はい。で、底面こちら、あ、すげえ、後ろのところね、スペアタイヤがあって、こちらナンバー67番のスケールは70分の1です。ギミックにサスペンション機能がついてますね。最後4代目トヨタコースター、救急人員輸送車を見ていきますね。はい、色はね、赤色のソリッドカラーですね。まあこれも、クリアの塗装、綺麗ですね。フロントのこの前のパネル、すごい厚みありますね。大きいね。ヘッドライトシルバーにね、綺麗に塗装されてますね。で、このガラスのこの上のところは、黒色になってますね。はい。で、ホイールはね、ノーマル形状で、このガラスの周りが黒塗装になってますね。で、真ん中のところに消防庁って書いてますね。いいね、かっこいい。で、このサイドのこのね、プレスの造形とか、この辺もよくできてる。はい。で、後ろです。これナンバープレートがセットされるところかな、ここ。で、あと、ハイマウントかな、これ上のところ。ね、リアガラスもね、すごい可愛らしい形ですよね。はい。で、反対側のサイドで、これ排気ダクトですかね。なんか網のようなのがありますね。で、ガラスはクリアガラスなんで、なんかよく見えるようになってて、で、なんか黒色で、シートがね、ずらーっとこう並んでますね。で、ルーフにはですね、赤色灯、前と後ろ2箇所あります。で、あとね、ボコボコっとした形になってて、屋根にね、換気装置とかないんですね、これコースターね。はい。で、底面こちらナンバー49番、スケール89分の1です。この車両だけギミックにね、サスペンション機能がないんで、ちょっとね、ギミックなしっていうのはやっぱり寂しいからね、なんかこう、後ろの扉が開いたり、サイドの、ドアが開いたりね、なんかつけといて欲しかったですかね。こちらトミカ、街を守るぞ消防車両セットを見たんですけど、4台ともね、綺麗な赤色になってて、クリアの塗装、綺麗かったですね。なんか艶引けとかもしてなかったから、すごい綺麗でした。で、気になってたジムニー、赤カラーがね、めっちゃ似合ってましたね。このボディに何色でもなんか似合う気がするな。また夏頃ね、消防署も発売されるようなんで、このセットと一緒にね、遊んだらすごいね、楽しめると思います。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。